皆さんこんにちは。いつも 4V ファミリーの動画をご覧くださりありがとうございます。今日はドッグカフェのアイビーさんで撮影会とビビビさんのポップアップショップ開催があるので代々木まで行きます。レベルとシェリーは今月で3歳になるので3歳の記念写真を撮っていただこうと思います。4部費で行きたいところなのですが、撮影に集中したいのでパリスとモナコはお留守番です。その代わり朝からお散歩を十分させます。疲れさせて眠くさせようという飼い主の魂胆ですが、さてうまくいくでしょうか。こんにちは、くーちゃん。ちょっと疲れたね。くーちゃんごめんね、遅刻しちゃって。おとなしい。なんか、ね、多分ちょっと疲れてる。電車が、あ、電車、電車の音が、ね、初めて。出かけるとき、パリスとモナコはケージに入れようとしてもなかなか入ってくれませんでした。最後の手段で冷凍してあった大好きなサツマイモを解凍してあげ、朝散歩に行ったでしょ、今度はレベルとシェリーの番だよと言うと少し分かってくれたのか、おとなしく入ってくれました。パリスもモナコも焼き芋には目がないのです。到着してからウェブカメラで覗いてみたらぐーぐー寝ていたので安心しました。そんなこんなで遅刻をしてしまいました。くーちゃんママ、くーちゃんごめんなさい。このシェリーが着ているピンクのワンピース、なんとクール素材でできているんです。知らないで撮影用に買ったのですが、後から知ってそうだったのかと納得しました。暑がりですぐにガハガハになるシェリーなので、撮影が終わったらすぐに脱がそうと思っていたのですが、思いのほか涼しそうな顔をしているので不思議だったのです。夏などは霧吹きでお水をシュッシュしてあげると、そのまま冷たさが保てると後からオーナーさんにお聞きしました。こっち向けるかな、こっち向けるかな、そうそう、あー、見えない見えない、お、なんか可愛い感じに2人とも。じゃあ目線だけください。レベちゃん、シェリーちゃん、レベくん、こんにちは、すごい、見て見て、トリコさん、見て、口かっこいいね、可愛いですね。可愛い。レベちゃん。可愛い。完成です。とっても可愛らしく撮れていてすごく気に入りました。じゃあ頑張ってきてね。頑張りまーす。写真頑張ってね。頑張りまーす。ちょっとちっちゃいけど頑張ってもらえるかな。全然。
これを繰り返していきましょう。からの初めて登り、大体目が合うと降りるんだよ。すごい、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 アイビーさんはとてもおしゃれな雰囲気でゆったりとくつろげるドッグカフェです。お料理も美味しいし、その上お店のスタッフがすごく親切です。インスタグラムをやっていますので、ぜひフォローしてあげてくださいね。今回のイベントのようなお得な情報をいち早く知ることができます。リビビさんは素材が良く、デザインが素敵なフレンチブルドッグのお洋服がたくさんあります。飼い主、ここのお洋服の大ファンなんです。アイビーさんとビビビさんのリンクを概要欄に載せますので、ぜひ覗いてみてくださいね。着いたよ。今日買ってきたビビビさんのお買い得品です。飼い主と四部品のお揃いの服も買ってみました。今から試着してみます。みんなお揃いで可愛い。これで飼い主がお揃いを着ればパリスとモナコはリボンがついてて、レベルとシェリーはフードがついてます。かわいいね。パリスかわいいのに早くこんな感じで。